はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、それでは、司、え、法、ー、書士試験の2017年向けの直前択一過顧問絞り込み講座の、えー、今日は民法第1回目、えー、初回ということで、すね。えー、あの全国、今、レックに同時中継で、えー、回しておりまして、そして生ではこの渋谷駅前本校からお話をしております、ちょっと開始あの、思いのほか無料体験の方が多かったので、えー、ちょっと準備に手こずりまして、若干押して始まったことをお詫びいたします。それでで、は、今日第1回目とということで い、えー、いろいろ今日前半を中心にちょっとこの講座のコンセプト等々です、ね、どういった方を対象にしているのかそしてまだあの、えー、取るかどうかは決めかねている方も多いでしょうし仮に取らなかったとしてもこの3時間が無駄にならないような、ね、そういう話を、まあ、していこうとは思いますが、まあ、前半は特に勉強方法と、えー、この間あの、えー、どうなる今年の本試験で森山さんと根本さんと3人で、えー、3か月の勉強方法についてちょっと私の方からお話をした際に、まあ、ちょっと時間が限られていたものでこの詳しいことは まあ直前卓一過去問絞り込み講座の第1回目、えー、ねあの取らなかったとしても無料体験していただければ詳しい勉強のやり方とまた、えー、付け足すよなんてお話をしたもんですからそれを聞きたくて今日いらっしゃってる方も多いんじゃないかと思います、えー、それも踏まえて、えー、お話をしていこうかなと思っているところですさてあの今日お手元に準備していただいているものをちょっと再度確認をいたしますとあのお申し込み済みの方は直前卓一過去問絞り込み講座の、えー、民法の まあ全一冊です問題集えー、ちょっと少し分厚いですね、えー、最終的なページ数は <laughs>。 三百九十二ページとなっております。こちらのお皆さんお持ち込み済みの方は一冊お持ちいただいているかと思います。そして無料体験の方はこれのお上頭百ページ近くのものをですね、え無料体験冊子丸一丸二として皆さんにお配りをしております。であのすぐにあのおまあいきなりこの話に入りませんので、ちょっと手元にないという方、あの中に今生クラスの方もいらっしゃるようなんですがお話をしている最中にちょっと社員の方が印刷して後ろからあのこっそりと届けてくれるか と思いますので、まあ、差し当たっては最終的に2分冊、えー、こちらを今日は使っていこうと思います。そしてお申し込み済みの方まだあしておらず無料体験の方ともに今日はあの事前万書表紙をつけまして1ページからのもの、えー、直前卓一過去問絞り込み講座民 一回目のの事前番書ですね。でこちらの全20ページ、まあ、21ページは特に白紙になっていますので全20ページのものをお手元にご準備、まあ、届いているかどうかをどうぞご確認ください。 えー、こちらの通信ウェブで聞いてくださっている方はあの二回目以降ご自分で、えー、画面上からダウンロードしてプリントアウトしていただく形のものになります。えー、大変申し訳ありませんが今日だけねちょっとあのお、えー、同時中継ということで版書プリントアウトをさせていただいてますが二回目以降は通信ね DVD の方はどうぞご自分でプリントアウト大変申し訳ないんですがよろしくお願いしたいところです。まあ生の方はあの毎回あのプリントアウトをさせていただきますけれどもお今日はねあの皆さんのお手元に届いているはずです。で必ず。 これ発生すると思ってていいただいて毎回ですねあまりページ数が多くならないように今日はちょっとあの今日はちょっと多かったんですけどあまり、ね、ページ数多くならないようにはしたいと思うんですがなんせあのプレゼンターに書く分量を増やすとその分時間が押してしまうというねだったらプレゼンターに書くものをあらかじめ板、えー、書にしておこうという,、ね、いうことがどうしてもこうまあその関係上発生せざるを得なくなってしまったっ、ね、あらかじめ講義ノートみたいに出しとけよと言われてしまいそうなんですがちょっとねレックのねあの大人の事情であのいろいろ書く 科目につきレジュメとかいうのは、ね、なんかあんまり何種でも出せないんですね。でえー、となるとこのレジュメで何百か390何ページとかいうページ出しちゃうとなかなかねあのちょっとそれにさらに講義ノートというのはちょっとつけられない関係上大変申し訳ないんですが皆さんね、ね板書で対応させていただきたいとでこちらの生の方あの言っていただければ2部、3部と後から、ね、またコピーして差し上げることもできるかと思いますのでちょっとそちらは適宜、皆さんにお任せ対応はお任せします。 さあ、あの、それでは。 えー、皆さん、まあ、どうなる今年の本試験は聞いていてたただきましたかねあの先週にあたるんですけれども、お先週、今週の頭か、あの生では、えー、新宿・エルタワー本校で18日に夜、実施しましてで、その次の日、私あの、梅田に飛びまして、梅田で、えー、まずはあお話をし、そしてその足で、えー、名古屋に行き、名古屋でお話をするという形で、梅田では140名ぐらいの方、名古屋でも50名、60名近くの方がいらっしゃって、非常に、あの 大盛況で皆さん、一生懸命、ね、聞いてくださったんだと思うんですがちょっと時間もあってあの,あの時ね全部お話ししきれなかったことをここでお話しします。<coughs> あのエルタワーではね私も根本さんも抑え気味で話してたんですけどあれはまあ全国で使うからでちょっとあの梅田と名古屋聞いてくださった方はあの話ねと思うかもしれませんがあの日大変だったんですねあの日、ね、あの実は前からの名古屋は、えー、9時には終わるということでじゃ9時に終わるんだったら帰れるねということでレクの方は帰ってきてくださいと、ね、夜帰ってきてくださいというふうに言われていたんですけど名古屋で9時に終わって帰るなんてそんなもったなことするわけないなと思いましてで実はあの名古屋で、ね、あの夜9時に終わるんだったらこれはじゃあ名古屋で 名古屋の伊藤先生もいるし、まあ、根本さんも森山さんもいるし、これは名古屋で飲んで、ね、泊まって帰らないわけにはいかないと。で私は思って、で、ええ、根本さんと森山さんにね、もちろん泊まっていくよねと。で、もちろん、飲みに飲もうねというふうに誘ったんですね。ただ、まあ、あの根本商事、あの。あ、あの、パワハラだとか言って、パワハラだ、の、俺たちに、ね、は泊まる気がないのに、無理やり、なんか、こう。力を利用してです、ね、なんか、で、こう泊、ま、泊まって、もちろん飲むよねとか言って。断れない状、況に追い込んだとか、なんとか、言ってですね、ピー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 言って、まあ、で、結局、まあ、あの。 取りました。でも嫌々、えーまあ、なんだかわかりませんがホテル取りましたってね。 楽しく飲もううななんていうようなこと言言ってたと言っててたたととんですねところが、ル、えー、タワーの時ちょっと気づいた方いらっしゃったかな、私ちょっとあの,、えー、あの時きあんまり調子がよくなくて、で実はル、えー、タワーで話した18日の2日前、だから16日ですね、実は16日、私はあの、盲腸になりましてで、盲腸になったのは、盲腸になった,のおなったと言っても、ですね、まあ、そんなにあの手術するほど重くはなかったんですけど、ちょっとなんかお腹痛いなと、えー、思ってはいたんですが、まさか盲腸だと思わず、ですね医者にも本当に痛くないんですか とか言われていやいやあんまり痛くないね痛くそんなになかったので、えー、痛みに強いのかななんて思いながら、まあ、ただ最近では薬がいいものできてまして3日間ぐらいの投薬で治るよとで、えー、いうことで、えー、3日分の、ね、薬をいただきまして、まあ、なんとか18日穴を開けずに済んだとで、えー、3日間ねおとなしく薬を飲めば治るのかと思いきやお医者さんにきっつい一言この薬は絶対に一緒にアルコールを飲んではいけませんと」と「アルコールを飲んじゃいけない、ね、命に関わると」と、えー、いうようなことを言われて。 ちょっっと待った、ね、名古屋であのア,ルアルハラだパ,ルパワハラだとか言われてあの二人を無理やり止めてですよ、飲みに行こうなんていうふうなことを誘っておきながら誘った私は飲めないと、ね、いうようなことに実は急遽なってしまってで、えー、その後大変なもう名古屋と運命だで、ね、あの根本正も司あの女はね、あの鬼だとかなんとかで言ってあの、えー、俺たちのことを誘っておきながら自分は飲めないとかで、さすがに飲めない理由が盲腸だとは彼は、ね、みんなの前で言わなかったんですけども、えー、その理由はご本人の口から言ってくれるでしょうからですね。えー 海野先生にとってはね、えーえー、病気よりも痛い飲めないつ、ねえー、辛い事情になってしまって自業自得だったなんとかなんとかなんとか言ってでしょうがないもうな、ま、みんなの前に言うつもりはなかったんですけど梅田と、ね、名古屋で、えー、実はこれこれこういう理由でちょっとね盲腸になっちゃったんですよなんてことをななんでその150人の前で暴露しなきゃいけないのかと思いながらまあまあ今も言ってますけれども結局そうあ披露してですねでその後名古屋あんなに嫌がってた根本庄司ベロベロに酔っ払ってもう,あも,うもう大盛り上がり ももう飲みまくってたんでですすねね絶好調です、ね、ベロベロに酔っ払ってとかもう絶好調であれあんた私に誘われたなんだでパワーラなんだってあんだけ飲むの嫌がってたんでなかったっけっていうような私は結局生まれて初めて、えー、一滴も飲まないで朝までとかいうねその恐ろしいあの飲み会を経験しちょっと今一つ大人になったですね感じがしてまあ名古屋から帰ってきたんですけれども、えー、まあそれなな何がそんなこと言ってるかどうかというと実はその名古屋の時にまたあの梅田の時にちょっとあの二人がかなり絶好調で話して もんで私も持ち時間がなくなってしまったということであの今日肝心な。<laughs> あの この絞り込み講座を使って直前期どうやって勉強するかの部分をあの時言えなかったんですね。なのでちょっと今日この前半のところで少しこの講座を使ってどうやって勉強していけばいいかという話をしていこうかなと思っているところです。さてじゃあ前置きはそれぐらいであの絞り込み講座のね冒頭の目次の前あの一覧表というところを少しご覧になっていただきたいんです。でこれあのすでにここはさすがにお話ししたんですけれども実はあの元の出典は合格ゾーンです。で合格ゾーンのレクド 確実の体系番号というのをつけてると思うんですね。えー、1A の1から始まって 2B の7とか 3A の5とかですね。あの 1A1B1C2A2A2B2C とかいう体系番号。レックではあのいわゆる民法相続、物件債権、親族相続それぞれ体系番号ごとに年度を無視して並び替えて合格ゾーンを編集しております。でその 1A の1とか 1B の1、例えば、えー、自然人。えー 意思能力だったら 1A の1かなでまあ制限行為能力だったら 1B の1と 1B という体系番号だと思うんですがその、えー、いわゆる体系番号の中で、えー、特に。<coughs> 平成に限らず昭和も含めて一番、良門と呼ばれるもの良猟門だと思われるものを1問以上をピックアップしてきたということなんですですから例えばこの意思表示及び法律行為なんていうのは毎年のように大体民法第4問目で出てくるわけです、意思表示ね及び法律行為の部分、でその当然毎年のように出てきますから過去何十代もこの意思表示からの出題というのはあるんですね、特に代理なんていうのはもっと出題があるというのももちろんです。 でこの、えー、体系番号の中で一番良いと思われる両門を最低1門以上ピックアップしてきた場合によってはあのよく出るものに関しては1門と呼ばず特に時効なんていうのは1門にすることはできないのでここ7門ピックアップしてるということになりますが、まあ、あの論点によっては1門以上です。 でとにかく、両門の基準これはあの私が自分で解いて両門だと思われるものつまり難問、疑問を排除してそして答えが割れるようなものをもちろん排除して一番ベストだと思われる問題をピックアップして、えー、並び並び書いたとか編集し直したということになります。でその結果民法ではありませんが、えー、結果として両門とされるものが昭和の問題になることもありました。 まあ、あそうか民法でもありますね例えばちょっとお次の債権の部分とかご覧になっていただくとの対外的効あ債務不履行だとか債権の対外的効力は60の3とか。 えー、それから、総裁に関しても63の63年昭和63年、請負いも58年の7なんていうふうに、その昭和の年代も、それが両門だと思えばえ、躊躇なくピックアップをしております。でこのように、体系番号について、一番良いと思われるものを1問以上ピックアップして、とにかく論点落ちをなくしたということに、もえー、のポイントがあるとお考えください。 過去10年分ぐらいの問題数をいわゆるピックアップしてぐるぐる回していくというのがあ、まあ、例えば 題材を過去問にしようとした方の3か月の王道的な勉強方法だと言われていますが、まあ、要するに、えー、これと決めた問題を3回4回とぐるぐる繰り返していくというのがね、まあ、いわゆる直前3か月の王道的な勉強だとするとその題材は、えー、過去問であっても過去に受けた答練であってもいいよとで、えー。もし過去問を題材にしようとするのであれば大体いい10年分ぐらいの問題数をピックアップして、えー、3回4回とぐるぐる回していくのがいいよと、ねで。この時 えー、過去10年分の問題を自分でピックアップして、まあ、そこから推論問題を除く推論問題を除いたあ10年分ぐらいの問題を自分の題材とするというのはこれあの間違ったやり方ではありませんむしろ、えー、おすすめできるやり方なんですねところがこのやり方をしてしまうと絶対皆さんから文句,文句というか疑問が出るのが先生請負いが落ちちゃったとかねああ請負いはそうか請負いはあそうですね請負いが落ちてしまったとか請負いは過去10年出ていないとかねちょっとおもしくは、まあ、不法行為は昨る 出ましたのでであれなんですけどその例えば昨年の択一絞り込みの講座であれば、えーね、不法行為が1問しかないのは大丈夫なのかとかね要するに過去10年、えー、出ていないけれども例えば1 3四4年サイクルなんかで出ているような論点というのは確かにあるんですそういったものは過去10年のみピックアップすると論点落ちしてしまうとでこの論点落ちしてしまうと非常にこれ気になるわけですねボコッと穴が開いちゃうからでそうするとじゃあ10年よりも前の問題もピックアップてざるを得なくなるとなると結局10年分と決めたあのルールが どこへやらということで結局論点落ちを回避するために14年15年前のもの、えー、こういったものをピックアップせざるを得なくなると結局その作業というもので非常にこう貴重な時間を使ってしまう。ね。 で、またあの、その題材がぴったりっあの、題材となる問題がフィックスしたとしても、それを、例えば、編集し直す作業、例えば、背拍子を落として、自分で二欠ホルダーをね、買ってきて、穴開けて、えーまあ、閉じ直すという作業だけでも、またま、大変であると。そうであるならば、じゃあ、あの論点落ちをしないように、つまり、す、え、べ、ー、ての、ね、体系番号から必ず1台ずつを抽出し、 かつ、ね、あの、選んだ問題はそれなりの両問を。 そして、えー、問題数としてはちょうど10年分に匹敵する程度の3か月で34回回せる程度の問題数でなおかつ自分で編集作業しなくていいように冊子にしてしまうその4つのまあ要望、ね、いわゆるだから編集作業しなくていい冊子化されちゃってるで論点落ちしない変な問題やりたくないから両問がいい、ね、そして、えー、34回回回しきれる約10年分ぐらいの問題数という、ね、この4つのこう要望を満たすものとしてじゃあこちらの方で編集してさ 可視化したものを使って、えー、講座の提供を、まあ、問題集としていこうというのがもともとのこの講義のおコンセプトなんですですからもしこの講座を取ると決められた方はもう直前3ヶ月本当にこれだけでいいんですよ本当にこの問題だけを、えー、3回4回と回してみてください去年この講座からあのお私は知ってるだけで20人を超える合格者が出ておりますまあこの講座自体そんなに人数多く受講されていらっしゃるわけではないので20人というのは多い数字だと思いますで本当に、ね、その方たちの、えー、スケジュール帳を 実はこの間見せていたただきましたこの間あの間あ梅田の合格者大阪地域で合格した二十何人が全員この間私が大阪で開催した飲み会に、えー、き来てくださったんですね、えー、だからレックの受講生ではない方も来ちゃったんですけどまあなんかあの大阪で、えー、新人検証やった帰りにたまたま私が大阪であの受講生集めて飲み会やってる日とちょうど同じ日だったのでその <laughs>。 新人研修の、ね、帰りにな宇野先生が何か飲んでるらしいという情報を聞きつけてじゃあ俺も私もってことでなんか大阪地域の合格者がほぼ全員20人ほど、えー、大阪の梅田の私たちの飲み会に合流して飲んでくださった時あったんですけどその時にその中に3名、えー、この絞り込み講座の合格者の方がいらっしゃってちょうどねあの持ってたんですねあの要するに直前期のスケジュール帳、えー、でその直前期のスケジュール帳を、まあまあ、そもそもその方はなんか私に見せようと思って持ってきてくださってたんですけど本当に私がやった通りのえ、ね、とか ととかか B これから言いますが A とか B とかの、ね、スケジュール帳をびっしり書き込んだ、えー、スケジュール帳で、えー、今から言うスケジュールのおー、まあえー、やり方通りにやって、ね、合格されたなんて報告を受けましたので、まあ、少なくとも私はもう肩の荷が下りたというかああの本当に自分で、ね、あの自信を持ってアドバイスはしてましたけどちゃんとそうやって実証されて実績が出ているということに、まあ、一つ安心をした次第ですですからこれから言うやり方本当に自信を持っておすすめします。実は私私がが <laughs> 自分でで、えー、直前3ヶ月にやった方法なんです私が 今から21年前にやった方法を今から皆さんに、ね、ちょっとご紹介をしようと思いますのでどうぞそれは私も自信を持ってお勧めしますので皆さん、ね、ちょっと参考にしてほしいなというふうに考えているところですただしこういうふうに申し上げると直前3ヶ月は過去問じゃなきゃだめなんですかという声が来るので申し上げると別に過去問じゃなきゃだめなわけないんですよ。あの皆さんの中には実力のを取っっってらっしゃった方 実力要請等連ってちょうど本試験6年分の問題数に当たりますですからあれだけじゃちょっと少ないかなと思うんですが例えばあの問題数にプラスして去年の公開模試の問題を足すとかねでちょうど去年の公開模試4回だったらそれで10年分になりますよねでまたはその実力要請今年の1月から3月の実力要請の全問題に、えー、こ今まで何度もやってきた過去問の中で、えー、あの間違えた問題だけ足していくとか。 または過去問の直近4年分を足していくとかね。いうふうな形で10年分換算にしていけば、それはそれで十分題材となり得ます。ですから、必ず過去問をベースにしなきゃいけないってわけじゃありませんので、そこはね、あの、誤解のないよう。じゃあどういう方が過去問がベースがいいかというと、これはあの、過去問にやり足りた感がない方です。 過去問をもういいなと、ね、もういい過去問から離れたいと思っている方はやはりーベースにしていいいくのがいいかなと思いますところが過去問を、ね、まだまだあもうおやり飽きたという感じはしないまだまだ過去問には何か可能性があると思える、ねえー、やればやるだけ新しい発見が出そうな気がする現に出てるというような方には過去問を題材にするのが失敗がないかなと思います。ですが例えば過去問を選ぶべき人がトーを選んでしまう。まあ、ちょっとね過去問を選ぶべき人 連問題を選んでしまうとちょっと若干、えーまあ、あのストレスがかかってしまうかとは思うんですが反対に「当、えー、連」を選ぶべき人が過去問をあえて選ぶのには全く影響ありません。 ちょっとだから過去問を本来選ぶべき人というのはまだ過去問がやりたれてない方ですよねやりたれてない方がちょっと背伸びしすぎて当連の問題にしちゃうのはちょっとストレスが生じるかなと思いますがいわゆるもう当連にシフトしても良い方があえて過去問にを選ぶというのはこれは基本に忠実になってるわけですからこの選択の誤りは合否には直結しませんつまり当連を選んでも良さそうな人は過去問を選んだことによって受かるべき人が落ちることにはならないと思ってくださいなので、えー、皆さんのねあの私は当連かなと過去問かなと の決めかかっている方はあの本当に悩んだら過去問をね、えー、ベースにしていただくと失敗はないのかなと思いますがまああの基本的に題材選びがそのまま合格不合格に直結することはないのでねあまり心配のないよそれよりもどうやるかが問題だということなんですではこれからじゃあ過去問をベースにした時のそしてこの講座を取った時の実際の一日のスケジュールなんかをねちょっとお話をしていこうと思うんですがそれをちょっと今日の板書です板書の二十ページのところをちょっとご覧になってみてください。 20ページのところ、これはあの、えー、私の15ヶ月合格コースの方にもすでにお話をしている話ですので、ちょっと一部、えーあのー、重複してしまうことをどうぞご了承ください。えー、20ページのとと、ころをご覧になっていただくと 実は私の例と書いてあるのは私が直前3ヶ月間にぐるぐる回した題材の問題数です。実は私はあの直前3ヶ月間に過去問に秋が来ていて過去問から離れました。で離れた時の、まあ、決定的なあの決め手は もう過去問見たくないというう年にあったんですねもういいともう過去問見たくない、えー、つまりもうお答えはもちろんあってしまうし何かこう新しい発見があるとも思えないし、まあ、解説一言一個覚えてるとまでは言えてなかったんですけどそれでもなんか過去問から新しい発見があるとはちょっと思えなかった、まあ、それだけ頑張ってその前にやっていたということではあったと思うんですがそこで私は当時レックから発売されていたあの生前択一問題集っていうのがあったんです今はもう絶版になっちゃってます。選択一問題集っていうのはあのはあ えー、加工地等連の問題集です要するに生の生鮮レンの実力要請編や生鮮ト連のファイナル編などの、えー、問題を集めたあ過去のト連の問題集でそれがあ各個科目1冊ずつ発売されてたんですねでそのお、あのー、生鮮択一問題集とかいう問題集に収録されていた問題数がここに書いてある問題数だったんですで,ですのでその問題集をとにかく4回5回とやりました ですから私の例というのは当時のいわゆる聖選択一問題集というね加工地陶錬の問題それを3回4回と繰り返したと。 でえー、非常に見ていただくと少ない問題であることが分かると思います。で私はちゃんとこれを4回5回と繰り返して、えー、しっかりと、ね、あの直前期合格レベルにまで持ってきました、えー、私だって最初から4月の頭から合格レベルだったわけではありません4月の頭は本当に DE 判定でしたそこから始まって最後、ねあの,模試のところまで、えーまあ、どんどん成績を上げていって、まあ、当日まで、ね、あの合格レベルまで引き出していきましたので、まあ、この問題数は決して少ない,というわけではない。 ただし、まあ、若干少ないかなという気がしないでもない今にして思えばねそこで今回、ね、この直前卓越加工も絞り込み問題についてはここに書いてある民法186問以下の問題数に、えー、セレクトをしております特にマイナー科目に関しては10年分だと例えば民事執行民事保全とか10問とかなっちゃうのはさすがにちょっと少なすぎるので、えー、そして、えー、憲法に関しては。 やはり推論問題は回す題材としては不適切であることから推論は除いているというコンセプトでしたのでとなると平成15年以降の憲法の問題で知識型問題って実は17問しかないんですそれじゃ少ないだろうということで、えー、憲法についてのみは過去のののレックの加工地等連の問題を載せておりますですから、えー、憲法については約10年分の29問、ね、これはレックのト連の問題含めての問題だとお考えください。 でえこの問題数に絞り,もし絞りましてでそれをお民法1冊不登法1冊会社消等1冊そしてえ県警1冊で残り1冊で全5冊にまとめておりますで。こちらの全5冊の問題をこれから3か月ぐるぐるやっていこう、ね、じゃあぐるぐるやるといってもどうするのか、ね、でこれ一、あのー、つですね あの皆さんにご紹介をしたいプランが、ちょっと戻って19ページ、戻って19ページ、こ,これはあのどうなる今年の本試験の時に皆さんにお見せしましたよね、19ページの時これこれ見せたと思うんですけど、いわゆるあの4月の、まあ、1日から2日、あ実力判定模試、えー、こちらの模試からスタートして、えー、3か月間、ねで、その3か月間、今年は7月2日、本試験となります、でこの3か月までの間に、これと決めたこの直前卓越加工問絞り込み講座の問題を、 最低3回やり,なやり,なやりたいよく言えば4回ぐらいはやりたいとじゃあどうやって3回なら三回4回なら4回回すのかというお話なんですがこれあの2つのプランをお見せしますでこちらの上に書いてあるプランが、えー、最初6週間で1周回す次3週間で1周回す。 次、2週間で1週回し、そして、もし4週回すのであればの、残り、ラスト、本試験2週間で4回目、もう1週回すというプランです。で、これ、あのお、この1段目のやり方は、主に初級生、今年が1回目の受験の方、または1回目でなくとも、えー、過去問をおまだ、 二、えー、度回してないような方、過去もまだ二回やっていない、過去も今まで二度ぐらいやったことが投資でやったことがないような方にはこちらのプランがおすすめだと思います。最初六週間かけてじっくりと、ねえー、この絞り込みの問題を一周する。次は今度半分の三週間で回し、そして三回目はさらに短い二週間で回し、そして残り二週間で、えー、ま四、あ、回目を回す。この時最初の六週間は あのゆっくりとおやっていくことができますから問題を解きながらテキストまで戻ってくださいテキストまで戻って構いませんもちろん解説止まりで納得できたんだったらあえて毎回テキストに戻ることは必要ないと思いますがあれと思ったら必ずテキストに戻るで,できれば前後、えーね、あのちょっと関連情報を見てみるというようにテキスト戻ることを良しとしますところが2週目 3, 3週間で回す時はもはやテキストに戻るのは極力なくします。 なぜかとというと当然6週で回すよりも、えー、半分の3週で回す方がノルマが倍になりますから当然1日の問題数が多くなるのでいちいちテキストに戻ってったら回りきらなくなっちゃうからなんですねそして、えー、2週間になったらもうテキストは見ないで、えー、読んで過去,過去問の解説止まりでこの2週間で回すようになりましたらこの過去問の解説ですら読まなくていいものを必ずあのもう出てくるということになります。ただし2週間の、ね、ハイペースで回す頃になっても、 正語判断だけは必ず全足することあの <coughs> 間違った足だけ回すとかいうやり方は絶対最悪ですからこれ絶対やめてください。あのとにかく全ての問題の正誤判断はするけれども、えー、解説読むのは間違えたないしは気になる足のみなんていうふうに時間を削減していきます。そして4週目、ね、これはね4週目やるかどうかはこの時決めればいい、ね、ラスト2週間の段階で4週やるかそれともこのラスト2週間の段階で問題を全部入れ替えて。 新しい問題をラスト2週で、例えば2巡するとかね。または新しい問題をラスト2週で一巡するとかね。えー、で、ここで初めて新しい問題に入れ替えるかどうかの判断をその時してみてください。で、その時というのがポイントです。その時自分がどう感じたか。 もう3回やったから過去問は大丈夫と思ったんだったら、えー、新しい問題に入れ替えてこのラスト2週間新しい問題をやるがよいや,やったほうがいいでこのラスト2週間になった時いやもう1回過去問やりたいもう1回4週目やりたいと思ったんだったら新しい問題に入れ替えることなく4週目をやるでこれはもうこの時にゃらないと皆さんのおご自分の状況分かりませんから自分でその時判断するのがおすすめです。で新しい問題に変えるのであれば この4月頭からあ5月のおなんだ14まで実施されているこの6週間の間に毎週実施されるファイナルトーレンそして全国公開1回2回スーパー1回2回このファイナル6回公開模試4回これで合わせて7年分の問題に換算します。 ファイナル六回で三年分、公開無視四年分で七年分で、すねトータル。でこの七年分の問題は。 この、毎週毎週実施してるんですけど、いちいち、この絞り込みの問題の題材に足していかない。これ、えー、どうなる今年の本試験でもお話し,しましたが、ファイナル公開無視の問題は、その時はしっかり復習するけれども、毎回毎回、この絞り込みの題材にいちいち足さないんだと。あくまで3回やりきるまでは絞り込みの問題は、除きもしなければ、増やしもしないで、最初の1周目と同じ問題数を3回やりきる。で、3回やった時に初めて、この4周目をやるかどうかの判断の時に、ああ、4周目はいいわと思った のであればそのファイナル、えー、と6回分と公開無視4回分のトータル7年分の問題をラスト2週間で回すとか、ね、もしくはラスト2週間で7年分難しければその7年分の中でも間違えた問題だけこのね、えー、ラスト2週間にやるとか、えー、そこで問題を入れ替えるかどうかの判断その時にその公開無視やファイナルの問題を題材にすると良いという話をさせていただいたところです。でそれはあの皆さんにねあの そこはその時判断してしてほいでこれがまあ1段目あの、えー、初級者などの方におすすめで中上級者、まあ、今年が2回目以降の受験の方でもうすでに過去問2度以上やってらっしゃるような方は、えー、最初のタイトルからちょっとあサイクルからタイトにして。 で4週3週2週でここで3回になりますよね6月4日の段階でだからこのあと同じようにまあここでは4週目もう1回2週間で回すとなってますが3回回したところで早くも問題入れ替えるかどうかの岐路に立っていただいて構いませんですから3週回したところでよし問題入れ替えう入れ替えようって言うんだったら入れ替えるもよしいや入れ替えずにもう1週というんだったらもう1週やるもよしだけど4週以上はやらなっていいかなという,う4週以上っていうのは5週目えっ、ー、と 4週やるかどうかは皆さんにこの6月4日の段階で判断していただくそして例えば今回の話だと4週やったあとラスト2週間でこれあの、えー、問題入れ替えたというイメージになっています問題これあの今までは4サイクル目までは全部四角で囲っているのに対して丸1、丸2って丸付き数字になっているというのはここでまあ問題入れ替えて例えば、えー、ファイナルと公開模試で1週、1週でラスト2週で2週回すとかねいうようなそういったようなやり方がいいんじゃないかと。 でさらに、これもどうなの今年の本試験でお話ししたんですけどこれはあくまで一例です、たたき台です。でねあの やっぱりあの合格者の方でこの通りにやって受かったという方確かにいらっしゃったと言いましたけど、えー、多分ね合格した方とそれと同じぐらいの数またはそれ以上の数の去年のこの絞り込み講座の受講生の方がこの通りやっって受かかんんなかった方もいるんですだから私はあの別に自分の,、ね、あの講座を受けて20人ぐらいの方が受かったよって言いましたからそんなその効果だけを引き出すつもりは全くなくてその20人の方がこの通りやって受かったんだったらその20人と同じ数もしくはそれ以上のそれ以上ですね当たり前です。えー、全部であの 去年の絞り込みの人数何だっけ？100、200、1062名受講されたのが全国で、だから20年合格,合格だったらそれの何何倍だ？ねもう5倍65倍6倍の方が実際落ちているわけですよで。まあその5倍6倍の去年絞り込みを受けて、えー、いた方が本当にこの通りやったかどうか知りませんけど、やったのに落ちたという人は確かに100何人もいるはずです。じゃその人たちの声というものをね、やはりあの名古屋や梅田で皆さんあのやっぱり去年私取ったのに受かりませんでしたっていう。 方いらっしゃいました。で、そこでいろいろお話を聞いてみると、あの何が問題だったかね。えー、やはり、ね、見えてきたものがあります。それは同じこの通りやってるのに落ちた方のね傾向ですよ。この通りやったのに落ちた方の傾向。それは。 テキストの読み込みを、まあ、どこかでやんなきゃなということをずっと3か月間、えー、気になっていたんだけど先生が3回回せと言うから、ねえー、読み込んでる場合じゃないという,うなことも言われていたからじゃあ読み込みを、ね、やんなきゃなあ仮登記だめだな寝てとまとめなきゃなあ実は、ね、組織再編全然分かってないなこうやってあのぐるぐる回しながら実は気づいていたと気づいていたんだけれどもノルマに追われて今日のノルマに追われてその気づいた問題点を一から 正面から向き合う時間のないまま本試験に、えー、向かってしまったって、ね、あの当日迎えてしまったって、ね、でやっぱり途中で読み込みの時間を入れればよかったということなんですよ えー、そういったことね結局お話ししている中で、えー、失敗したという方そういった方が多かったように思います結局ねあの3か月の状況って皆さん自分のことは自分しかわからないので例えばですよ、まあ、この2つ目のパターンで言って、えー、1週はやりましたと、ね、言われた通り4週で1回回しましたそれしたらいろいろボロボロ出てくるわけですでまあ6週だろうが4週だろうが最初の1週目は割とゆっくりですからテキストまで戻ることができると思いますでもテキストまで戻ったとしてもそれでは拭えないほどの問題意識を感じた 例えば、仮登記はまずい、組織再編一からある程度読み込まないとまずいんじゃないか。小手先でちょこちょこ戻っている程度ではダメなんじゃないかと。いうような問題点が浮かび上がったのに。いや、二週目は今度、えー、半分の時間でやらなきゃいけない、なんていうね。いうことで、二週目にもう、えー、向かってってしまった。で、そういうことはやっぱりやめてほしいんです。もし、この一週やったところで。そのとこ、ちょこちょこテキストに戻るぐらいでは、拭えないことの問題点が見つかったんであれば。二週目は。 置きき換えるべきですつまりこの2週目のね、えー、3週間ないしはこの,、まああの2回目3回目以上の方も2週目3週間ですけどこの3週間、まあ、3週間全部テキスト読むのはちょっと長いかなと思いますからじゃあ3週間のうち。 1>, えー、1週間でも2週間でもいいその1週間でも2週間をこの 1, 1サイクル回した後見つけて見つかった問題点に真正面から取り組んで場合によっては毎日テキストだけ読んでるというような読み込みの時期として代替していくというようなやっぱ勇気は持つべきです。 でいわゆるこのサイクルというかこの勉強方法から離れたら即不合格とかいうことじゃないんですからむしろ自分のことしか自分しかわからないのにそう気づいた自分の問題点に見ないふりをすることの方が危険極まりない。 でですので、えー、もしねあの自分のやろうとする勉強方法が、えー、心配であれば個別相談等でいくらでも相談に乗りますのでそのよっぽどですねあの、まあ、極端なやり方でない限り基本的に自分が感じた問題点に対処する勉強方法の方が正解なんですねですので変える勇気というものを持つ、ね、はあくまでこたたき台にしていただきたいでその結果、中2週目がですねちょっと1週間呼び込みに当てちゃったから1週ずれちゃいました、ね、なんていうことがあってもそれは構わないわけです。 で,えー、ですので、皆さん、ね、やはりそういったところはもちろんこたたき台として、えー、参考にはしてほしいんですけどこれに必ずしも固執しないこと、えー、この通りにやったら絶対受かるなんてことは絶対に申し上げませんのでそこはもう皆さん間違いないように。で、で,ですよこのマースじサイクルは分かったとしてじゃあ1日の勉強のスケジュールはどんなもんなんですかというのをもう一度20ページ見ていただくと、えー、例えばですねこれ、あのー、6週間で割る場合。 1>, 1週間7日ですから7642で47日間勉強に充てられるなと思ったら大間違いなんですねあの直前期はファイナルトーレンもありますしでファイナルトーレンの間は、ファイナルトーレン公開ッシュは当日ないしは翌日じっくり復習していただきたいのでえ稼働日は1週間5日換算がちょうどいいと思いますとなると6週間といっても1週間5日で換算すると勉強に充てられるのは30日しかない。 えー、4週間だととと日しかなないということなんですでそれぞれこの、えー、絞り込み講座を取るんだったら186を30で割るとちょっと今、あのー、割り切れない場合は繰り上げてます、えー、約7、ね、で、えー、20で割ると約10、まあ、もちろん 20×10 はあの200になっちゃうんですけど186だから最終日の20日目は民法の、えー、10問じゃなくて7問とかになっちゃいますけどねまあそれはあの。 7問じゃないや。最終日、19日目と20日目は、ちょっとあの、民法がね、なくなっちゃうという計算になりますけど、まあでも、要するに、あの割り切れない部分は繰り上げています。で全部30で割った数字で、20で割った数字がそれぞれここです。で、この数字を、もしですね、毎日この数字を全部解けば、それは、あ1日11科目を全部解けば、当然30日で一周するし、20日で一周するわけです。でも、11科目を1日全部解くのは正直無理ですから、 となるとどうするかね。そこでこ,これなんです。これまあこれはあの初級講座の方にはもうお話ししてるから繰り返しになっちゃいますが、ちょっとお付き合いいただいて、えー、これどういうことかというとあの五、ー、科目と六科目に分けて二、えー、日で全科目というですねプラン。 または民法だけはやっぱり毎日やった方がいいという意見が、ね、根強いので民法だけは毎日やるとして残り10科目を合合に分けてで、あのー、2日で全科目に触れているという、ね、そういうプランを仮に立てたとするとこれは一例ですよ絶対こうじゃなきゃだめって言ってんじゃないですよただ一例としてね例えば民法だけは毎日やるということであれば当然、これ民法だけは毎日やるんだったらどうなりますさっきのこの割った6週間プランだったら民法は毎日7問やるってことですよね。毎日7 何問やりますね。で、えー、あの四週間プランだったらあ毎日十問やりますってことですね。で、で、あの。 あるう A という日は不当民法と不当法と民質民法、供託刑法、憲法をやって、B、というプラン B の日は民法は毎日やるね7と10やりますけどそのお前日プラン A の日にやらなかった科目をプラン B の日にやるとすると、えー、民法、会社商法、商統法、民訴司法、書士法、ね、これがプラン B の日でこれ、えー、それぞれ先ほど30で割ったああの6週間プランと20で割った4週間プラン 普段の民法以外の10科目の数をこれ全部倍にすればいいんです倍ね倍にしてだ倍ねだから2日で、えー、2日おきにやるわけだからい1日おきにやるわけですから全部倍にしていく倍にするとどうなりますす倍にすると不当法は1日毎日やるんだったら5問なのところ1日おきだったら10問ですよね。民主・民,室民事法全は毎日やるんだったら1問ずつのところ2日おきにやるから、えー、2問ずつで4問。 で教託法は毎日やるんだったら1問のところ2日おきにやるから2問という具合に全部上で割った数字を、えー、倍にしていくとあの6週間プランでプラン A の日は合計29問が1日のノルマとなりますで同じように4週間プランだとそれぞれの先ほどの4週間プランの20で割ったのを全部倍にすると14、4、 4、6、4で1日のノルマは42問になるんですね。42問あの算数ですよ。で、プラン B の日、前日にやった残りの科目をそれぞれ倍にした数を入れていきます。そうすると、7、8、6、6、2で1日29問、4週間プランの場合には、10、10、10。 八二で四十問です。まあちょっと若干プラン B の方があのなんか数字はちょっと若干ずれましたけど、でもあの大体こんな数字です。つまり六、えー、週間プランだったらば。 ある日の勉強は民法7問、不当法10問、民室民法4問、教託2問、刑法4問、憲法2問で1日のノルマは29問。次の日は民法7問、会社8問、小当6問、民葬6問、司法書士法2問で29問。ね、これで A、B、A、B と繰り返しやっておけば30日で1周すると、ね。30日というのは6週間で1周する。ね じゃあ4週間、20日で一周したい場合にはプラン A の日は民10、不当14、民出民法4問、教託4、刑法6、憲法4で42問、これが1日のノルマ、で次の日は民法10、会社10、消十、10、民訴8、司法書士法2で40問、でこれもやっぱり AB、AB、AB、AB で繰り返していけば、これはあの20日で一周するで、こんな具合です。 でこれはねあの別に絞り込み講座を取らなかったって皆さんの勉強にあの応用していただきますよ。あの過去問で10年分を自分でね、えー、編集し,して、えー、やろうとねいうことであれば同じようにぜひ参考にしてみてください。別に私はこの講座だけでしかあのねあ使えないようなやり方を、えー、アドバイスするつもりはないので、皆さんが当連ベースでやりたかったとしても当連ベースでも同じようなやり方をしていけばいいんです。でねあのできればこうやってあの1日あたりのノルマを決めたら例えばこれね私ちょっとあの今インターネット上で無料 無料のカレンダーダウンロードしてきました。無料のカレンダーっていくらでもあのプリントアウトをね。あのダウンロードできるプリあのカレンダーがあのいくらでもネットで検索すると出てきますよね。例えば4月の。えー 頭から,、ね、だから2日から4月の2日から30日まで、まあ、4月の2日はこれ実力判定模試か実力判定模試なので、えー、実力判定模試があったとしてで、えー、その後ファイナル1、ファイナル2、ファイナル3、ファイナル4ですよねでちょうどこの4月の1、2、3、4、えー、ここまでが4週間なんですね。 えちょうどね2、2、9、16、13、30までがちょうど4週間、ね、この4週間の間に例えば、えー、1周するというプラン、ね、先ほど20で割るといったプラン、ね、そうであるならば、こういうねあの、ご自分のスケジュール帳でもいいんですけど、できれば、こうなんていうのかマンスリータイプの,あのスケジュール帳の方が絶対分かりやすいと思うんですけども、あらかじめ3日 A、4日 B、ね。

<laughs> まあ、さ,っきさっき私、あそうだね7日があの A でですね、で8日は例えばこれ、開けておくとかね、8日はあの開けて一1週間、5日換算だから、A、B、A、B、A でですね、土曜日はこう何も開けておくとか、もしくはこの月曜日を開けるのでもいいと思いますよ、あのファイナルとか、もしの次の日を復習に当てるという意味で、次の日、月曜日は何もこう予定入れないで、火曜日から A、B、A、B、A でもいいですし、月曜から A、B、A、B、A で土曜日をお開けてもいい、まあ、それちょっと皆さんに任せますが、 まあ今あの月曜から金曜までやるとしたらねこれずっとこういうふうに今度、互い違いに A、B、A、A、B、A ってやっていけばちょうど20日間で先ほど言った通りと回りこうやってもあらかじめスケジュール上に書いておいてですから A っていうのはもう機械的に数字で割ってしまっているわけですからもう直前期の勉強で一番やっちゃいけないのが机に着きました。 さあ今日何やろうとか言ってる瞬間にもうその人はもう合格は難しいもうその年の合格はまずないと言っていいつまり直前期の勉強でに机に着席とか机に向き合ったのに机に着いたのに今日やる勉強が明確に決まってないなんていう人は正直ちょっとねやっぱり合格の、まあ、状態にはないと言って、えー、間違いないと思いますですからもう今日やるべきことがもう数値的にも決まっちゃってる。 なんか民法はだから、えー、何問目から何問目、えー、不登法は何問目から何問目でその何問目から何問目っていうのはもう単元は無視代理の変なところで切れちゃうんですけどとか不登法の10問ずつやっていくと敷地権の変なところで今日のノルマは終わっちゃうそんなのいいんです別に、ねあのえー、単元ごとにやることにこだわる必要はないもう機械的に割ってしまってもう1日のノルマをしっかりと、ね、こなしていくで、えー、6週間だったらよ29問4週間だったら42問そんな多い数じゃありません。 ととなると先ほど言った通り、あり多い数でないからこそテキストまで戻る時間を得られるで最後です、基本あの、まあ、読み込みの代替案を取らないのであればテキストにじっくり戻れるのは普通はこの1週目がラストだと思ってね。だから1日29問なんていう少ない問題数でいいんですかとかよく質問されるんですけど本当にねちゃんと戻ってここをしっかりとインプットしようとしたら29問でも1日つらいと思いますよですから初級の方はこの6週間プラの方がおすすめかなと。でこのやり方は あの皆さん方ですね、えー、過去問を使ってご自分でやる方そして当連の問題をベースにする方でも採用できますのでどうぞ参考になさってみてください絶対やっちゃいけないのがファイナルのスケジュールに合わせて奇数週午前科目偶数週午後科目とかいう勉強するのは絶対にやめてください で、えー、いわゆる奇数集午前科目偶数集午後科目なんていうふうにファイナルの進路に合わせてね勉強する方いるんですけどそうすると、えー、民法は隔週になってしまうんですね。ところがあ、えー、会社法、消灯法は毎週やってることになりますね。 バランスが悪いんです一番肝心要の民法を学習なくせに、まあ、会社法相等法は毎日やっているというようなちょっとバランスの問題もあれですしやはりあの2日で全科目もしくはこのエッセンスを取り入れれば3日で全科目とかもできますよね3日で全科目の場合には、ね、あの3倍にすればいいってことですよ。というふうにあの別に2日というのにこだわることなく、えー、でも1日1科目で終わっちゃうということも絶対にやめてほしいなというところです。 でとにかくこの時期の目標というのは新しいインプットをするんじゃなくて常に覚えていられるように記憶のメンテナンスをするのがこの時期の特徴です。本試験当日に覚えていられるようにね、1日、えー、あのとにかく確認をしていく、えー、記憶をどん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 長期記憶にするためにこう定着させていくと。ですから本当3問2問とかでもいいんです。えー、あの皆さんねぜひちょっと参考になさってほしいなと思います。で <laughs> この方法が今一つアドバイスとして。 でですね。あの。 できればあの時間帯なんんていうのもも決めちゃうかもしれませんね朝起きいきなり民法をやるとかね朝起きまず民法ついで A プランの日はついで、えー、民法で頭疲れてきた時にじゃあちょっと、えー、あの気分転換で県警県警やってお昼食べてお昼一番ね不当法から始まってで不当法で、えー、頭疲れたらちょっと気分転換で、えー、教託法やってみたいにプラン A の時の一日のやる時間帯と順番も決めちゃうといいだからさあ次何やろうとかじゃなくて。 起き抜け民法、ついで、えー、県警で昼食べて昼ご飯後ちょっと休憩してから不当から始まってで、えー、終わったら供託そして、えー、夕飯食べて民室民法で、えー、睡眠とかね <laughs> そんなふうに一日のこうやる時間帯プラン B だったら起き抜け民法、まあ、民法をやるのは起き抜けとかね、まあまあ、仮にですよ仮にですよ決めたら民法の次はじゃあ会社とかね、まあ、いう風にこうやる時間帯も決めちゃってルーティンにしてほしたね。 はい国語算数理科社会でお昼ご飯食べて、ね、それであの体育やっておしまいとかっていうあ45分ですけどもちゃんと時間割り組んでいちいちですねこう反抗もせずに、えーま、反抗もせずにというかもうそれがもうルーティンになってますよねあれと同じ発想ですだからあの、えー、いつもこの時間帯は何をやってる時間帯ねそれにうまく記述もこうミックスさせていただいてうまいとこね記述が得意な方は疲れてきたところを見計らって記述やるとかで、えー、そこでのポイントはえっ、ー、となんだ 得意ななな科目をベストなタイミングにやらないってことこねだから一番頭が働く時間帯皆さん分かってるはずです一番頭が働く時間帯に苦手な科目をやってくださいそして疲れてくる頃を見計らって得意な科目を入れてくださいというふうに疲れてる時に得意な科目だから記述が得意だったら疲れてる頃を見計らって記述でこうカンフル台にする、ね、でまた「朝一が頭冴えてて自分は不登校が苦手だったら「朝一不登校から始めるとかね。 でとにかく頭がベストな時に得意な科目をやらないことで苦手な科目は頭が冴えてる時に、ね、そういうのはあのちょっとしたことでも大きな効果出てきますからそこはぜひね参考になさってみてください。 さて、じゃあ、そこが一つ、これが、まあ、あの、絞り込み講座の、皆さんにね、あの、ちょっとやっていただきたい方法で、で、ですよ。今日、皆さん、あの、申し込んだ方は、あの、さっし、早くもいただいたと思いますので、もう、どんどん、今日、今日からじゃない、今日からじゃない。四月の、あの、頭から、まあ、実力判定模試を受けた後から、どんどん、皆さん、ご自分のペースで解いてってみてください。で、ちょっとね、ごめんなさい、通信の方がね、若干、あの、ええー。 ととととあの教材発送が4月5日に会社法以降ちょっとずれ込んでしまっていきなり4月の頭から会社法以下の3冊目4冊目5冊目の問題集がちょっと4月の6日ぐらいにはあのお手元に届くということになっちゃうのでなんだよ4月3日からやろうと思ってたのにちょっと出花くじかれちゃってであのおスタートがちょっともたついちゃって大変申し訳ないなとおふうに、えー、思ってはいるんですがちょっとそこの,、ね、の23日はちょっと我慢していただくとしても、まあ、届き次第、 どんどん4月の頭から皆さん自分のペースでやってください。で、この講座は皆さんがあ自分のペースでやってることを前提として、えー、あのー、民法以下全10回の講義をしていきます。で、皆さんが勝手にと言っちゃ変ですけど、このね。レジュメ使ってどんどん？自分のペースで回していながら。 付加価値としてこの講義を受けていただくという感じなんですだからこの講義は決して何ですか、皆さんの回すサイクルに何か影響する講義ではありません自分で、えー、どんどん回してってほしいんですで、えー、じゃあ講義何やるのっていうことなんですけどこの講義は過去問の解説はしませんああしませんというと語弊があるからまあ、解説した方がいい問題は今日もちょっと何問か解説はしますけど解説する問題もありますが基本解説の講義じゃないんです過去問の解説今更聞きたいですか で過去問の解説、今更聞いてもちょっとこの時期としてあまり皆さんに喜ばれないし過去問の解説講義だったらほらほらら根本昇司の過去問コンプリートがあ,るありますからあれ35回だけど、まあ、この時期から35回聞くのはどうかと思いますけど、まあ、でも科目別も、ね、聞けあの受講できますからそっちの方が100倍いいと思う過去問の解説ではなくてじゃ何するのかというとプラスアルファなんです。 で今日ちょっとね場所見てみてみくださいもうあのー、去年とってき今年もって方いらっしゃるからそんな去年とはねあのそんな大きく変えてはいませんけれども見ていただけますか、ね、あのなんか目新しい図ですよね例えば3ページとか時効、除籍期,期間以外に条文上期間が問題となる場所とかなんとかそれから訴求項が規定されている場所とかそれからえ消滅時効と除籍期間とかいわゆる。あの 横断整理のの図表を載せていいるるととうのに特徴があるかと思いますつまりこの講義ではね決して多い問題ではない問題数に絞ってこれからぐるぐる回していただくんだから、ね、あの問題数自体は、えー、やっぱりあの少ないわけなんですよ。 えー、10年分っていうのは、ね、合格ゾーンは30年分とかありますからそういったも少ない問題数に絞っているからこそ、ね、あの1問を倍の2問ないしは3倍の3問に匹敵するような、えー、ベースに使ってほしいつまり1問の問題を解きながら、えー、論点は5つしか見てないというのはだめなんですね。 1>, 1問の問題を見ながら一足ごとに1個の関連知識を思い出せば1問を倍の2問分の論点確認する題材に使えるわけです。 でもちろすべ、ね、ての問題について一足ごとに関連論点を思い出せとは言いませんそんなことをやっていたらです、ねえー、一日のノルマが29問であっても結局ノルマが58問だったと同じことになっちゃいますからそうじゃなすべての足について関連論点を絶対思い出せとはそういうことを言っているんじゃないんですけどやっぱり、ね、あのこの足についてはここまで思い出さないと受からないよていうか普通合格者だったらここまで思い出してるよ。 この足を見た時に合格者は普通ここまで考えてるというのがやはり顕著な足というのが実はあるんですそういった足を、まあ、少ない時間ではありますけれども普通合格者だったらこの足を見ながらここまで実は確認してるんだよっていうのを講義の中で確認していきたいんですでその結果が今板書で見ていただいたような例えば訴求校が問題となったええ足だったら普通この問題を見ながらえじゃあ訴求校がある他の条文の知識って何だったっけとかいうのを、ね、バッと思い出すその時に思い出すって言ったって自分でそこで調べようと思って だったら皆さんに番書としてこの問題をきっかけに訴求校を連想したんだったらこの図表を使ってほしいという図表を皆さんにあらかじめ提供しようってこの番書はぜひ皆さんあのそうです、ね、あの生で聞いてくださってる方は。 まあ後から2、ね、部と、えー、受付のところに行けば2部もらえますから後から受講、ね、表を見せていただければもう1部くださいと言えばああげ差し上げますからあの例えば2部もらうなどしてね、えー、一部は書き込み用で一部はきれいなまま持って帰って例えばこれ全部ホチキス取ってカットしてですねそれぞれ、えー、このお例えば,、ね例えばね、あの後でやりますけど例えばあの19年の6問目ちょうどこの3ページですけど3ページの自然人の問題。 3ページの自然人の問題のところでまあちょっとこれこれかぶり率が少し低いんですけどまあこ,ここぐらいしか横断できないから19年の6問目例えば3ページの自然人の問題この問題を、えー、解いた時に番書の2ページの 年齢と自然人、要するに自然人と年齢の図表、ね、これをちょっと横断させようと思ってこの図表を作ったんですねでまあ実際に、ね、どこのどこの足と被ってるというわけではないんですけど、まあ、この問題ぐらいしかちょっとかぶる問題がなかったのでここはあえてここに入れますけれどもじゃあこの19年の6のところこの年齢と自然人とのね条文,文,文知識のこの図表をじゃあまあこのあとねお話ししますけれどもこれを、えー 切ってですよ。この板障を切って、この19年の6の間に挟んどいてほしい。挟んどいて。別にあの二つ折りにして挟んでもいいです。で挟むことによって何ができるかというと、次に2週目この問題をもう一度解いたときにまた見てほしいんです。でもう1回3週目また見てほしいんです。 つまり少なくとも3回回すことによってこの問題を解く度ごとに少なくとも最初そして2回目3回目と挟まれている番書を見てほしいそうすればこの問題限りの知識ではなくここに書かれている横断整理の知識もついでに頭に入れることができるつまり1問分を1問に終わらせない知識をつけていただくことができるということなんです,ですからあの実際の講義としては、ね、この足自体を解説というよりかはこの問題からここまで連想しようね。 でいうような一つの,、まあ、あの参考を示していこうとただねあのょちょっとね去年そのエッセンスを皆、えー、さんにはお話ししたらじゃあ,、ね、あの講義の中で、えー、先生が言わなかった私が言わなかったその横断論点も全,て全部の問題について関連論点を自分で探して自分で何ていうんですかルーズリーフにまとめて自分で問題ごとに入れていこうって、ね。 で私はさすがにあのこの問題数でしょ。 当然、ね、あの一講義であの触れられる論点ってそんな多くないんですよ。一講義であの触れられららる横断整理論点ってよくてく問ぐらいだと思いますとなると当然、ね、あの残りの問題についてはあのコメントすらしないで、えー、飛ばしてしまいます。となるとその飛ばしてしまったつまり、えー、横断整理の知識を披露されなかった問題についても自分で、えー、横断整理の知識を見つけてレジュメにまとめてで自分で問題ごとにどんどん挟んでいったとっいう方が去年いらっしゃったです。 ところがやりすぎて。 失敗してしてまったんです、ね、あのねあの結局1周目から回りきらなくなってしまった <laughs> つまりあの講義の中で披露された横断論点以外にもその自分でどんどん関連論点を見つけてレジュメにまとめてだから同じようなレジュメを作ってねこの番書と同じようなレジュメを作って、えー、あこれ、まあ、似て非なる他のものがあったなって言って調べてあここだここだって自分でまとめて間に挟んでってことをやってたら1周目の、まあ、その方4週間プランで行ったんですけど1周目から回りきらないで最初からずれてしまったってね。 ししっかりとしたねもちろんあの1週目それこそじっくりできたんでしょうけれども最初の,その出だしがずれてしまったのが後々まで後引いてしまって結局3回回しきれないまま本試験を迎えてしまったとでやっぱり3回というのは非常にね大きな数字だと思いますので、えー、3回はやりきりたいとなるとこうねあのなんですか皆さんエッセンスを活用して何でもかんでも横断整理を、ね、すりゃいいってもんでもない。ででですののああくまま私があの 提案するものだけでもね、かなりまあ分量としてはあると思うので無駄にあの横断整理をこういたずらに増やそうとする必要はないですよ。少なくとも私が提案するものだけでも十分ボリュームあると思うので、えー、全部が何,何から何まで関連知識を連想しなきゃいけないというね、連想ゲームみたいに連想しなきゃいけないというふうにこだわる必要はないかと思います。さあ、あそそれれでででは、それではですね、あの <laughs>、 えー、そこまでお話をしたのでいいかな？で。あと、あのそうですねえー。この生講義では渋谷駅前方校です水木曜日と日曜日、ちょっと来週はいきなり1週間空いてますけれども、も、えー、木曜、日曜のペースで。まあ、日曜はちょっと変則的な時間帯ですけれども、あの実施されていきます。で、これあのそういうオーナー詐欺の講義だったらば、私は1週終わってから聞きたいわって方が当然いらっしゃると思います。 それはお任せしますえ去年あのこれ使って合格された方でゴールデンウィークに十、えー、回まとめて聞いたっていう合格者がいらっしゃいましたゴールデンウィークまでに一週回してだから四週間プレーンで一週回して一週回してからその横断整理横断整理はねやっぱり一週ぐらい回してからの方が聞きやすいっていう判断からのことだったようですそれはもう大いにお任せしますだから生講義でねまああのー、取ってらっしゃる方だったらまあ生に出るかどうかはさておき、えー、あのー 皆さん、ね、受講の時期はお任せをしますので、まあ、本試験の直前に聞くというのはちょ,ちょっときついかなと思うんですけどねあのそこはあ皆さんに、ね、ちょっとそこの必ずこのペースで聞かなきゃいけないということではないので、えー、ご自分で判断をしてみてください。 毎回講義持ってきていただくのは、えー、このレジュメ、ね、科目のレジュメとあそはいろいだから予習はいらないですよあの今日ここら辺まで進むだろうとか言ってその部分の予習をしてくるとかそんな意味がありませんから、えー、そして別にその過去問を解いてきていただいていることが大前提ということでもないんですね、えー、ですので予習はいりませんで、あのー、その過去問自体の解説というよりか横断整理になってくるのでその過去問自体の解説をするのは少ないからです。 で持ってきていただくのは、まあ、このレジュメとそれから6法ですね、えー、それどおということにさせていただきます。民法2回不当法2回会社保ショ法合わせて3回民訴民出民事保全協託書士で2回最後、県警で1回と、ね、なっておりますので、えー、県警1回なんて本当にあの、ね、それぞれ、えー、横断整理しようにも使える問題は本当少なくなっちゃいますけど、まあ、それでも参考になるような問題をピックアップしていこうと。 ではそこぐらいかな、えー、ここまでお話をさせていただいて、まあ今日は、ね、あのここまで聞きたかったんだ自分の,そのなんだやり方を,を、ね、あの参考にするために前半の部分だけ聞,き聞いて先生、帰っていいよって言ってたから前半だけ聞きに来ましたという方は別にあの、ね、あの前半だけでここの部分だけ聞ければいいよという方はいらっしゃるかもしれませんが、まあ、せっかくなんで今日じゃあ,あのちょっと頭の部分のところねじゃあ実際にやっていこうと思います。でではあの早速なんですけれども 1>, えー、1ページのところ、えー、見ていただいてまずは自然人の問題ですけれどもだからこの足自体をいちいちこうずらずら解説することしませんよ、えー、まずは自然人の問題でじゃあこれ単純正誤型問題、まあ、せっかくだから問題文を一応読みますと A は B と婚姻をしていたがある日 B が家,で家を出たまま行方不明となったこの事例に関する1から5までの記述のうち正しいものはどれかで2番見てみてください さあ,あ B の失踪宣告がされた場合 B が死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より前に B が A にすでに死亡したものと信じて行った B の財産の処分は、えー、売却処分は有効とみなされるで、まああのー、別にこの足でなくともよかったのですが。 この足でなくてもよかったんですけど今日はちょっとその無料体験の方がいらっしゃるからちょっと多めに横断整理の図表を見せたくてちょっと無理しましたえー、他にもね実は後ろのほ、えー、あに、のー、もっとドンピシャのお足が出てくるんですけどちょっとまああえてここで、えーあのー、ご紹介すると失踪宣告といえば当然普通失踪と特別失踪の2種類ありますよね普通失踪はあ行方不明などお生きているかどうかわからない期間が7年間特別失踪は、ねえー、1年間なわけです でこの7年間と1年間という、ね、期間の、まあ、違いそして7と1を覚えておかないとこうお話にはならない,、ね、なれないじゃあ、こんなふうに民法上ですね、えー、特に期間というものがあ大きな論点になってくるというのはほかにもあるんですよじゃあこのき、これをきっかけにちょっと確認してみましょうというのが版書の3ページにまとめられています。版書の3ページ一時これ読みませんよ一読みませんが少なくともここに載っている条文は一回読みましょう一回読みましょう。 というかあ条文の項目を書いているから、まああのー、条文を読んだことと同じことになるんですけど、まあ、あなんだこれっていうのがあったら条文に戻ってテキストに戻るぐらいはしておいた方がいいかもしれませんよ。3ページの番書のところに時効と除籍期間以外に条文上期間制限とかが問題となるような箇所というのは実はこれだけあるんですね。ペペペーーージジジまで,でそれぞれぞ あのもちろん程度の差はありますけれどもいずれも出題実績がありますあ全部とは言いませんけど出題実績は結構あるんですね。ですからやっぱり、あのー、最近民法で条文知識への解雇型問題とか。 あの条文へのなんオマージュオマージュ的な問題っていうのすごく増えてるこの3年いわゆる本文じゃなくて正し書きを出してくるようなね条文だとかその条文をしっかりねえ少なくとも一回読んでるかっていうことを試すような問題というのは確かにこの3年出てますからやっぱり条文との距離感っていうのはねこれをきっかけにちょっと縮めていただくといいかなっ、ね、で少なくともこの30条1項普通失踪は7年間30条2項特別失踪は1年間なんていうのね まあちょっとちょっとこじつけなんですけど本当はねもっと他の足のところにこれ使いたかった表なんですけどあのー、一応この問題で提案提供します。で別にだからこのレジュメを別にこの14年の1問目の1ページに挟むかどうかそれとも後ろの方のページで例えば。 後ろの方のページでね短期賃貸借の期間についての、まあ、問題が出てきた時にその短期賃貸借についての期間の問題が出てきた時にこのレジュメをそのページの間に挟むかそれをも皆さんにお任せしますから一応今回ここでをご紹介します。 じゃあ次14年の1問目1ページの3番を見てくださいこれもちょっとね私あの今日無理しちゃって今日ちょっと無理してあのこじつけてるなって感じがするんです本当はねあの、えー、2回ともちゃんと聞いていただければ一番ベストなタイミングで本当は提案したかったんですけど今日はせっかく、まあ、無料体験の方いっぱい来てくださってるからなんだよ出て無駄だったと思っていただくとね中上級の皆さん方の目ってシビアだから本当にあの無駄なことに時間使,使わせやがってふざけんなみたいなねそういうあの状態になってしまうの100もよく知ってますから皆さん方はね。 間にシビアなのですからあの取らなかったとしても来たのを無駄にしてほしくないなと思って、えー、あこれ儲けもんみたいな表を上げられるんだったら今日このタイミングで上げちゃおうと思ってちょっと無理して横断させてます。それが3番これねあとでちょっと読んどいてほしいんですけどいわゆる失踪宣告後取り消しがされた時に取り消しの効果というのはですね、えー、あの訴求するよ あというかその B の失踪宣告がされた後 B があ家出した日に交通事故で死亡していたことが判明した場合そもそも失踪宣告によって死亡したものと見なされるのはいつだったか、ねえー、普通失踪であれば7年間の期間満了時、ね、この時に、えー、7年間の期間満了時にさかのぼって、えー、その日が死亡命日になっていく。ね えー、それに対して特別失踪であれば難ののっっった日に遡ってその日が明日にに遡ててそがなきますよねつまり、えー、普通失踪であれば7年経って初めて、えー、申し立てができそして申し立てをするとお火災調査官が約1か月以上かけて調査をして初めて失踪宣告です。となると最後に、えー、生きてると知られた時から有に7年、えー、以上経ってるわけですね。年年以上、ね、だから7年間経って でその後申し立てをして約1ヶ月間調査してどんなに早くても7年とまあ1ヶ月以上経っているとだけど死んだ者とみなされるのは7年間間の期間満了時に遡ってその日は明日となるとそれに対して普通特別失踪は1年間例えば沈黙した船舶に乗っていて行方不明になって1年経って初めて申し立てができる。でやははり火,事火災調査官は 一ヶ月ほどかけて調査します。調査して、えー、宣告されると死んだ人を見なされる日は、死んだと見なされる日は。 えー、沈没の日沈没の日に遡ってその日が命日となるだいずれも死亡とみなされる命日は訴求していくわけです7年間の期間満了時に訴求または避難の去った時に訴求じゃあ訴求項ですよ訴求項 <laughs> ということで足野さんとちょっと,ょっとしかか,か,かじってないんですけど、まあ、ここはちょっとあのそこご愛嬌ということで、えー、本当はもっと後ろの問題でね訴求項一番ベストな問題出てくるんですよでも今日のねあのこの3時間では触れる問題に含まれてなかったのでちょっと無理やりここでご提供します。 で訴求項といえばえ板書のよ六ページ六ページ見てください。さあこれあの条文中に出てくる訴求項一覧表です。で少なくとも全部見ましょうね。訴求項があるのは一体何だったっけ。でこの板書を。 まあこの1ページに挟むかそれよりも後ろのもっとね「えドンピシャの訴求校」の問題それがまさにメインのテーマになってるような問題がほ実はね後ろに出てきます2回目に出てきます2回目の講義のとこでそこのとこに挟んでいただいてもいいですけども、まあ、あのせっかくだからちょっとね今是非皆さんの方でご覧になってみてください。 さあそれでは、じゃあ,あのこの1ページは以上おしまい,、ね以上おしまいね、別に書くもの解説してませんね。だけれども、期間のところと訴求項ぜひこの問題を見たときに一緒に確認してこの問題限りで終わらせないじゃあ次3ページ見てみてください先ほど言いました自然人じゃ年齢と自然人これが板書の2ページになります。ちょょっとととこれは見ましょうかさすががに、えー、3ページの自然人と年齢が問題となる箇所 まず6歳未満特別養子になることができる養子の年齢ただし6歳未満から引き続き養子となるものに看護されている場合は、えー、別に7歳8歳の養子でも構わない。 例えば里親制度などでもう1歳からずっと里親としてですねあの育てられていたって里親ではなく里親って別に養子縁組してませんから里親制度を利用した後7歳になって特別養子縁組を結んだっていうのはその時に子供が7歳でも構わないということです。で6歳から7歳だいたい小学校入学すると意思能力取得まあ,あのお,お店に行ってパンを買ったらお金を払わなきゃいけなくなるんだぐらいのことは小学校に入学すればわかるだろうえ一般的に言われてるからです。 でえー、6歳になる、まあ、つまり小学校に入学すれば医師能力取得。ただうちの 長男見てるとちょっとはなはだ疑問ですけどね。ちょっとうちの長男大丈夫かなっていう小学校小学校もう三年生なんですけど小学校入学あまああの入学した時に意思能力これで取得するんだなって思ったんですけどその後もだいぶ大変なことやらかしてますからまあ一般論のいうことだとはね思うんですが一般論としては小学校入学ですね。そして十一十二歳がいわゆる民事責任能力ね、えー。そして十三歳がこれちょっとあのここはちょっと検 刑法も行きました。強、え、姦、ー、罪、強制猥亵罪において被害者が13歳以上の場合には暴行強迫が必要。あ、ちなみにあの強姦罪と強制猥亵強姦罪か強姦罪について今国会で刑法改正されます。で、刑法については改正後施行までが1、2週間というふうに非常に改正から施行までが短いので、えー、今年の本試験には強姦罪なるものはもはや存在せず、えー、あの強制性行為強制罪でしたっけ。 えというようなまあ名称から変わり申告罪でもなくなりなんていう大きな変化がありますがそれはこの講義の刑法の中でご紹介しようと思ってますのでちょっと今は現行刑法上、強姦罪とさせていただきますで。13歳以上の場合には暴行脅迫が必要で13歳,以上は13歳未満は暴行脅迫が不要だで14歳、刑法41条刑事責任能力。 15歳、大学養子縁組をするには15歳未満まで。15歳以上になると、えー、養子縁組は未成年15歳であっても自分の意思でできる。で、遺言を一人で書くことができるのも15歳。印鑑登録が行政上できるようになるのも15歳です。そして16歳、女子の婚姻適齢。 で18歳が男子の婚姻的例その間の1718歳が登記申請能力取得ですつまり一人で登記申請をすることができる能力を取得するのは1718歳司法書士に申請の委任をする時も親、えー、権者の同意なくして一人で司法書士に登記申請の委任をすることができる年齢と同じです。 いいですか1718歳になると一人で登記申請をすることができるね。本人申請一人でできるということということは自分で申請せずに司法書士に申請委任をした場合であっても、えー、その委任契約締結に新権者の同意はいりません登記申請の委任契約締結に司法書士への代理権需要に委任契約締結に新権者の同意がいらなくなるのが1718歳 そして、二、え、十、ー、歳、まあこれはもう行為能力取得、養親になれるようになる、訴訟能力取得、協託行為能力取得、そして司法書士登録可能、成人ですね。で、25歳、特別養子縁組の養親になることができる年齢です。もちろん、他方、配偶者は二十歳以上であれば構いません。えー、そして 衆議院議員の被選挙権が25歳参議院議員の被選挙権が30歳、えー、ちょっと憲法ですけれども、まあ、これは念のため入れておきました。まあ、衆議議院、参議院参といえば、今日あの 証人も皆さん見てました <laughs> 私今日朝からちょっと、まあ、あのこ,のこの講義の様子はもうずいぶん前に済ませて,てたんであれだったんですけど今日あの実は、えー、他の作業をしようと思ってただ、えー、よせばよかったのにテレビつけっぱなしでずっと私仕事してたらいやもうすごかったですね今日の,あの,あ,のあのね、えー、な言いませんけど何とは <laughs> あの衆議院参議院の証人官も、えー、下手なドラマより100倍面白くてなんかもう思わず引き込まれてしまってもうあのずっと証人喚もあのリアルで実況中継で、えー、ずっと見てるのも久しぶりだったんですけどもまあまあ それはあの、ね、で国政調査権ですね衆議院の国政調査権と参議院の国政調査権、今日1日で、ね、両方承認かもやってましたけれども、まあ、あの25歳、30歳、ね、非選挙権の方ですあ、選挙権の方じゃないですよ、非選挙権、ですね立候補できる年齢、まあ、これはあの念のため、ちょっと皆さんの方に、ね、参考までに見ておいてください。じゃあ、あの次の問題いきましょう、次は、えー、この3ページのところの足の E 見てみてください、足のい、e、い、これ問題読みますよ。 足のい3ページの19年の6問目の足のーですペ3ページ、足のー青成年非後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すにはその行為を知ったときから5年以内にする必要があるが、医師・無能力を根拠とする無効であればその行為を知ったときから5年を過ぎても主張することができるいわゆる。えー これあの取消権の消滅のことを言ってるんだなと、ね、いうことが分かりますね、取消権の消滅事項、追認をすることができる時から5年、そして行為の時から20年で、えー、いわゆる取消権は消滅事項を迎えてしまう。じゃあこのと 追認をすることができる時より5年ということだったんですけれども、まあ、後半部分はあの丸であること分かりますよね、威無能力を根拠とする向こうであれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる、向こうは主張制限なしですから、この後段部分が丸だということは分かると思います。問題は前,前段部分です、いわゆるう取消権の消滅事項、追認をすることができる時より5年という126条、追認をすることができる時から5年。じゃあ 追認をすることができるときってえー、ね、えー、領地が必要でしたかね、えー、領地が必要でしたか領地って何でした取り消そうと思えば取り消すことができることねその行為を取り消そうと思えば取り消すことができるということを知ることが必要だったかと。 追認をするることができる時から5年じゃあその追認をすることができる時というのは領地いわゆる取り消そうと思えば取り消すことができるんだ領地が必要でしたかその行為を知った時からという、まあのはその領地にかけているわけなんです領地を引っ掛けてるねその行為を知った時から取り消そうと思えば取り消すことができるんだということを知った時から、えー、5年以内にする必要があるが。 さあではあの、追認をするためには領地が必要だったかまあちょっと書きましょうか、これはせっかくだからじゃあ皆さんあの、今からあの私が、えー、とプレゼンターに書くものはこの問題の余白に書いておくといいと思います。私、いつもあの合格ゾーンとかにチェックしたり書き込みすんなって今までずっと言ってきたんですけど直前3か月はさすがに違います直前3か月は違うのでどうぞこ書き込みしちゃっていただいていいと思いますよ。えー、3ページね えー、3ページ平成のです、平成19の6に関連して、まあ、要するに領地、えー、取り消そうと思えばあ取り消すことができる、ね、領地の用費、取り消そうと思えば取り消すことができることを知ってしなければいけませんかという話で、えー、追認については、えー、追認についてはこれ未成年者が追認する、えーえー、未成年者が。あ いわゆる、ね、あの同意を得て追認をしたり成人に到達した元未成年者が追認したり成年非後見人が後見開始の審判が取り消されて追認を自らしたりそれからあ非補佐人が補佐開始の審判を取り消されて、えー、自ら追認したり、えー、非補助人があ補助開始の審判を 補助開始の審判を取り消されて、えー、追認をしたり、ねえー、とにかく元制限行為能力者が制限行為能力者になった後自ら追認をする場合、ね、元未成年者元成年被険人元被補佐人元非補助人が、えー、それぞれ行為能力者になった後追認またはあ法廷代理人が追認法廷代と書きますが法廷代理人が追認補佐人が追認。 補助人が追認、えー、とにかく誰が追認するんであっても全員必要ということになります全員、えー、領地が必要ですよ未成年者成年非告人非補佐人非補助人が、えー、行為能力者になったあと自ら、えー、過去にやったね行為制限行為能力者だった当時にやった行為を自ら追認する場合であってもまたは。 未成年者の法定代理人、成年非告検人の告検人ね、えー、などの法定代理人が追認をする。また補佐人が追認。またあのーえー、同意権付与の審判を受けた補助人が追認、ねえー、する場合であっても、みんな取り消すことができるということを知った上であえて追認をしなきゃいけない。だから領地がみんな必要でしたよね。じゃあ法定追認はどうでした？法定追認ね、要するにここまでやんなさいということなんです。 え追認え法廷追認は領地が必要でしたこれ法廷追認で、えー、あの時自分がやった行為ね、これは取り消そうと思えば取り消せるんだということをあえて知った上で法廷追認該当自由を行ったのでなければ法廷追認にならないのは誰でしたこれ元成年非貢献人のみでしたよね元成年非貢献人のみ自分が 成、えー、年非御家人だった当時にやっちゃった売買などを今取り消そうと思えば取り消せるんだっていうことを知った上であえて代金の支払いとかね、えー、今取り消そうと思えば取り消せるんだっていうことを知った上であえて代金の支払いや請求をしたりね差し押さえをしたりというような法廷追認該当自由ね。 えー、を行った場合にしか法定追認とみなされないよこれが要するに124条2項のこれ条文通りだったわけです。条条項のののの文通りりででですすすよよそして今、えー、今回回取消の消権滅追認をるることができる時より5年 行為の時より20年という事項取消権の消滅事項というのはつまり、えー、追,認をを追認をすることができる時できる時。できる 時から5年って書いてあるんですよ。時から5年と書いてあるんですけど、この追認をすることができる時ね。から5年この追認をすることができる時というのは領地が必要なんですか？って。つまり、あのな何言ってるかというと、この追認をすることができる時から5年という追認をする時ことができる時っていうのは、完全にこの丸1と同じだとするとね。追認をすることができるのはみんな領地が必要でしたよね。 だこの、えー、条文で126条,、ね、12条で追認をすることができるときから5年で、えー、取り消し権は消滅事項する。じゃあ、この追認をすることができるときというのがこの完全にもし一と同じであるならば丸1と同じであるならば、ね、いわゆる未成年者、成年非保険人、非補佐人、非補助人が、ね、みんな、行為能力者になった後領地した上ね領地をしないといけない。 また法廷代理人補佐人補助人も領地をして、ね、領地をした時から5年ということになるんですよ。もしこの追認をすることができる時というのが、えー、丸 ① の追認と完全に同じだったらイコール領地をした時から5年と同じねいうことになってきます。ですがこれどうでしたこれこの追認をすることができる時というのは実は丸 ① と同じじゃなかったですよね。追認をすることが、えー、できる時というのは実はこれ丸二ね。えー 正解はこのできる時というのはこれ丸二と同じなんですよね。丸二と同じ。つまり成年非公け人のみ、成年非公け人のみ領地が必要だったんですよ。覚えてますか？だから取り消し権の消滅時効でいうところの追認をすることができる時から5年で消滅しちゃうよ。じゃあ追認をすることができる時って領地ししてから5年カウントするの？ それともね、成、えー、年非公認人以外はね、えー、領地なくともカウントしちゃっていいの？これは実は追認をすることができるときと書いてあっても、えー、領地が必要なのは成年非公認人のみとなっています。なんでだったか覚えてますか？なんでだったか、ね。これは 取消消し権の消滅事項は法的安定性を重視している。つまり、えー、いつまでも、ね、あの取り消しをすることができるという状態が長く続くのは良しとしないチューブラリンナ取り消しすることができる時間が長く続くのは良しとしないなるべく取り消し権を早く消滅させた方が法的安定性を、えーまあ、に貢献する。 早く消滅事項を迎えさせた方が安定性が、えーね、貢献、安定性が高くなる法的安定性が、えーまあ、大事だということでもし、これ1と同じだと領地すするまでで5年のスタートしないんですよそうするとそれだけ、領地していくのが遅くなれば遅くなるほど取消権がそれだけ長く使えるということになりますね、スタートがずれるから。 ところが二と同じことにすることによって、えー、元未成年者や元非補佐人元非補助人、えー、または法定代理人は補佐人補助人などは別に領地してなくてもその5年のスタートを迎えちゃうわけですからそれだけ自己消滅の期間が早くなるとか自己消滅が早くなる、ね。自己消滅が早くなるってことこは 取り消しできる期間が短くなり、法的安定性がね。あの高まるね。それが理由だったわけです。ちょっとこの領地の有無というのもね。3つ分かれてますから、まあ、この問題だったらここまで広げていいかなと思います。この問題だったら、ここまで広げるのが一つの提案だと。では、この問題以上にしましょう。次えっとね。5ページのところを見ていただいてえ、22年の2問目、自然人についての問題です。 さあ22年の2問目なんですが家庭裁判所あイ足の「い」のところを読んでいきますね22年の4問目かこれ昨年でも4問目で不在者財産管理人の強烈な問題が出てですね衝撃が強くて。 えー、今回ね28年の問題もこの問題集の中に入れてます。で28年の問題を入れるごとに他のおそれと被る問題を、えー、差し替えてるんですけどさすがにね28年の4問目は今回この問題集の中に入れませんでした。 28年の4問目はあれ強烈に難しかったから、えー、28年の4問目をこの題材に入れることによってそれをできるようにすることが今年の合格に貢献しないと思ったからですだから、えー、28年の4問目の問題よりも22年の4問目の方があ引き続き両問ですからこっちをやります。じゃあ22年の4問目のイ 家庭裁判所が不在者 A の財産管理人として D を選任した場合において D が A 所有の財産の管理費用に充てるために A の財産の一部である不動産を売却するときは D はこれについて裁判所の許可を得る必要はないさあ、えー、不在者財産管理人 D さんが A の財産を売却するとき、えー、売却するときはあ D はこれについて裁判所の許可が必要ですよねでこれで引っ掛け問題でして いわゆるこれ、あの、管理行為と処分行為っていう言葉、皆さん覚えてますか管理行為と処分行為。管理行為は保存、利用、改良行為の総称。管理行為と処分行為。で、え管理行為をすることが代理権の範囲になっているのが、 いわゆる権限の定めのない代理人と呼ばれる、ね、権限のの定めのない代理人何をやるのか特に定まっていない、権限の定めのない代理人といえば代表例2つ、3つ挙げられますよね、権限の定めのない代理人といえば今出てきた不在者財産管理人、そして相続人不存在の場合の相続財産管理人、そして限定承認をした時の相続人。 不在者財産管理人相続財産管理人そして限定承認をした時などの相続人これらが権限の定めのない代理人となるんですがこの権限の定めのない代理人が自ら代理行為をすることができるのが管理行為。管理理行為の代理権であれば、ね 権限の定めのない代理人であっても特に同意や許可なくして、えー、管理行為であれば代理権を行使できるところが権限の定めのない代理人が処分行為をするには火災の許可が必要。 権限の定めのない代理人が管理行為をするなら火災の許可とかはいらない代理権の範囲に含まれるところが権限の定めのない代理人が処分行為をする時は火災の許可が必要で今回は処分行為ですから、えー、火災の許可が必要ということになっていくわけなんです。だからこれもちろん罰なんんななでですよなんですよけど足の位は、えー いわゆるあの A の財産の管理費用に当たるためにというこの管理費用というのを要するに引っかけで言っているわけなんですよ、ね。管理費用の管理に引っ張られてあ管理行為だと火災の許可いらない、ね、こういうことをまあ想定して多分引っかけ問題として作ったんでしょうでもその管理費用というそういった動機の部分はさておき要は売却という処分行為をしている以上もはやこれはあの権限の定めのない代理人が処分行為をした場合に当たりますので火災の許可が必要。 まあこの足自体はそれでいいとしてやっぱりじゃあ火災の許可ですよ火災の許可ね、火災の許可をまとめたものが版書の 特にこれは全部説明しませんけど、場書の火災の許可何ページだ、火災のあ8ページです、ちょっと順不動ですけど、8ページ、民法上、家庭裁判所の許可を得ることができるもの、得なければならないものの一覧表ということになります。よって8ページのところ、これはぜひやはり一度バーっと見ていただいてね、なんだこれっていう条文があったら、やっぱりこれ、条文知識でなんだこれっていうのはちょっと心配なので、少なくともなんだこれって目が止まったものに関しては、条文から見てみてください。皆さんにお任せしますじゃあ次いきますすじゃ次次きページ見て いただいて、今度は自然人二十三年の四問目になります。七ページ、ちょっとこれ辺は一問ずつやりましょう。七、えー、ページ、自然人の足の尾。をねをね、さあ読んでいきますと、えー、まあ上の問題から読みましょうか。 未成年者 A が A 所有のパソコン公を A の唯一の親権者 B の同意なく成年者 C に売る契約を締結した事例に関する問題です未成年者が A、親権者が B、A と取引した相手方が C ですさあそれでは足の O A が成年に達する前に 相手方 C が親権者 B に対して1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか再告したにもかかわらず B がその期間内に格闘を発しなかった時は A は本件売買契約を取り消すことができない、えー、これは丸の足ですいわゆる、えー、再告をしたにもかかわらず。 B がその期間内に格闘を発しなかったときは追認見なしとして取り消すことができなくなる。取り消すことができなくなるのは B のみならず A も取り消すことができなくなります。この足自体は特に問題がないと思いますね。この足自体わからないという方はまああまりいらっしゃらないはず。でここでじゃあ皆さんに気づいてほしい横断とすれば1ヶ月以上ね、えー、こちらあもし1ヶ月未満の期間を定めて。えー 追認するののしないのはっきりしてよと再告してきた場合どうでしたもし相手方 C が親権者 B に対して3週間以内に追認するのかしないのかはっきり格闘しろというような再告をした場合の効果ですつまり1か月以上の期間を定めず例えば3週間以内に白黒はっきりしろというふうな再告をした場合その再告の効果はいかんいかになるかこれは もし1ヶ月未満の期間を定めた場合、採刻自体が無効となってしまうということになります。また、もし期間を定めずに採刻した場合、やはり無効です。つまり、えー、1ヶ月、今から今日から1ヶ月後の何月何日までにはっきりしてください。だったら OK なんですけど、今日から3週間後の何月何日までに白黒はっきりつけてください。これ無効。または相手方 C が B に、 とにかく追認するのかしないのかはっきりしてくださいとだけ言って期間を定めなかったこれもやはり無効ですところがなんかこんなふうに期間を定めなくてもまたは不適当な期間でも催告が有効になったのはありませんでした 期間を定めない債刻も債刻として有効または不適当な期間を定めた債刻でも債刻として有効な場合さあ覚え出せますちょっと皆さん今頭フル回転してあれ期間を定めずにした債刻または期間が不適当な場合の債刻でも債刻として有効になる何かありませんでした 解除の再告、ね。解除,の催ちょっと解除なんていうふうに書いておいて解除は皆さんであとでええー、っと思った方は解除を復習しておいてください。問題提起だけにしておきます。さあそしてもう一つ足の「をこれで合格者まあちょっとここは少しやりすぎかもしれませんけどまあ例えば格闘発しなかった時ってことは発信主義なんですよ。ね、民法の原則到達主義ではなくここは発信主義なんです。つまり 1か月後の何月何日までに追認するのかしないのか白黒をはっきりつけてくださいじゃあ1か月後の最終日に追認拒絶します、えー、追認拒絶しますというその最終日に親権者が追認拒絶の意思を表明したところがその意思表示が C さんに到達したのは翌日だっただか1か月を超えてしまっていた。 いうことであってもその最終日に格闘を発している以上その格闘を発しているとして追認見なしの効果は生じませんで発信主義を取っている民法は到達主義が原則であるにもかかわらず発信主義は例外ですさあ発信主義民法のもう一つの例外なんですか、えー、発信主義を取る例外もう一つ覚えてるかなこれは五百二十六条第1項契約の承諾です契約の承諾 これを覚えておくといいですよ。民法で発信主義を取る2つは今見たこの未成年者などの制限行為能力者と取引をした相手方の催告に対する格闘とそれから契約の承諾の意思表示。 まああと科目を超えるんだったらちょっとこれやりすぎの感もあるからこれはメモしなってもいいんですけどもう一つ科目を超えちゃってもいいんだったら株主総会の招集通知も発信主義ですね株主総会の招集通知これはちょっとちなみにだなちなみにぐらいですねじゃあ,あのこちらあでちょっともう一問だけやっておしまいにします前半では10ページちょっとこら辺は一問一問やってますけど普通はこんな一問一問やりませんよちょっと頭だからちょっとその無料体験の方に、えー、ちょっと少しあの多くの情報をっていうのちょっと最初のうちは一問ずつやりますが10ページまたまた自然 のの25年の4問目、えー、まあ足の「う」を見た時に合格者だったら絶対、ね、いわゆる「貢献開始の審判の請求権者」「補佐開始の審判の請求権者」「補助開始の審判の請求権者」をまとめようという気になると思います。 その図表を少なくとも確認しようこれはちょっとあのどんなテキストにも請求権者一覧表は書いてありますからちなみに検察官が入るかとか四親党内の親族本人が入るかとかね えーあのー、そういったいわゆる請求権者はどんなテキストにも書いてあるからこれはさすがに版書を作りませんでしたもし、えー、覚えてらっしゃらなければ今後この問題をやったときに何度も見られるように補助開始審判補佐開始審判成年後検開始審判の請求権者一覧表、えー、テキストなんかからコピーしてこの間に挟んでおくといいかもしれませんねじゃあ次足の「え」と「お」特に読みませんけれどもこのえとおは「え」と「お」はいずれも補助人の同意が必要か。 また、えー、本人の同意が必要かという同意が必要か否かの問題なんです。えー、とをねだったらやっぱり同意が必要な場面についてこれをきっかけとして復習をしてみるといいんじゃないかということでこれは板書を作っています。えっ、ー、と板書の何ページでしたっけ？板書の民法上他のものの同意が必要になる場合。 えー、9ページが、9ページ、民法上、他の者の同意が必要となる場合の一覧表、これはぜひ、特に親族相続の時に問題となりますね、親族相続で覚えてませんでしたは理由になりませんから、まあ、少なくともなんじゃこれっていうのがあったら、ね、これは皆さんの方で復習をしてみてください。じゃあ、一旦時間きましたので、えー、前半一旦終了して、後半のところではね、ちょっと少し、えー、あの問題を中心にやっていこうと思います。では休憩にお張りください